それから平均落札率、入札の平均落札率なんか全国いいで、どうも松永さんにその点についてお褒めいただいたように聞こえましたけれども、富山市さんがについてその落札率が、比率が高いですから、なんかもう少し、なんとかなるように、県が指導してあるのかという話のようですが、これはやっぱり入札という問題がですね、富山市であれば富山市さんが責任を持って行われることで、県知事がそういうことをあれこれ言うというのは、それは馴染まないと思いますので、それはご理解いただきたいと思いますが、また、それは富山市の問題として、また松永さん、いろんな機会に富山市の方にお話しいただけたらどうかと思います。もう少し言いますと、地方自治法上、知事はそういうことを言うのは、むしろ地方自治の侵害になる事務所でありますので、それは法律違反とかそういう話は別ですよ、ということでありますので、どうかご理解をいただきたいと思います。以上です。